90メートルの眉山山頂までご案内いたします。さて、登っております山は眉山の眉の山と万葉の歌人船野大君が西方遥かの海上に見える山を眺め、眉山雲井に見える阿波の庭、かけてこぐ船止まりしらすもと読まれた歌に由来していると伝えられております。四季折々に桜や紅葉など市民に親しまれている徳島市の象徴とも言うべき山でございます。町の方をご覧くださいませ。左側に見えておりますのは吉野川でございます。日本三大暴れ川の一つで四国三郎とも呼ばれております。吉野川が流れ込む目の前に広がります海は紀伊水道です。眺望の良い日には紀伊半島の山、また前方左に淡路島、そして鳴門の間に全長 1629 メートルの大鳴門橋をご覧いただきます。瀬戸内海と紀伊水道の海水の干満によって落差が生じ、凄まじい潮流となってできる鳴門海峡の渦潮を見ることができます。さて、山頂からは徳島市内が大パノラマでほぼ一望できます。また夜景も大変素晴らしく、日本の夜景百選にも選ばれています。まもなく山頂駅に到着いたします。お降りの際はお忘れ物などございませんようご注意ください。ご案内は FM 徳島パーソナリティ大和渚でした。これからも伝えたくここにしかない徳島。ここ扉が閉まります。扉ご注意ください。扉が閉まります。当時市の人口はおよそ6人、全国で10番目の大都市でした。今ほぼ中央に見えます山が白山でございます。1585年天正13年蜂須賀家政公が藩主として入国してからおよそ300年間淡路の2カ国を統治し、行政の中枢となった徳島城が築かれた山です。また石垣島堀徳島城表御殿庭園が当時の姿を残しております。庭園に隣接して書院造りの建物が徳島城博物館で徳島藩と蜂須賀家に関する資料を展示しております。徳島市街の中心を流れておりますのが新町川です。現在新町川一帯は水際公園と呼ばれ、訪れる人々の憩いの場となっております。徳島市は川がたくさんあり、水の都水都徳島として PR に努めております。さて、毎年8月12日から15日までの4日間、徳島市内中心部一帯で阿波踊りが開催されます。2拍子のリズムで熱気あふれる阿波踊りが披露されます。ぜひ本場の踊りを体感してください。まもなく山麓駅到着でございます。お降りの際はお忘れ物などございませんようご注意ください。またのご利用を心よりお待ちいたしております。ご案内は大和たきみでした。